皆さん、写真ライフ楽しんでますか、えー、今回はですねコスモスを、まあ、撮影しようと思って、えー、来ておりますそろそろねコスモスがね咲き始めているというか、まあ、ここね結構、コスモスがたくさん咲くところなんですけどもまあ、そんなにいっぱいは咲いてないっぽいなまあでもそこそこ咲いてるっぽいなここでねちょっとコスモスね天気もちょうどね曇り空でいい感じなので。 取っていこうと思いますコスモスがまあめちゃくちゃ咲いてるわけでもないけどまあまあ咲いてるねっていうところでここでねコスモスをちょっとね写真撮っていきたいと思いますここで、ね、ちょうど曇り空で柔らかい光が来てるのでまあ、撮りやすいんじゃないかなっていうところですね 奥の方か、結構咲いてるのは、いい感じのところ、ちょっと探していきましょう。はいでは、今回、ですねマクロレンズを使ったコスモスのね、まあ、上手な撮り方のコツっていうところのお話をしていきたいと思っております。えー、実はですねいろいろ ここねあの話しながら写真をね撮ってたんですけど動画の中であの音声がね実は撮れてなくてこう別撮りでちょっとね音声やってますのでよかったら参考にしてみていただけたらと思っております。じゃあですねマクロレンズを使ったこのねコスモスを撮影するときまあ、どういうコツをね押さえておくとまあ、美しい写真というかまあねいろんなパターンの写真が撮れるのでその中から自分がねあこの写真いいなっていうのをセレクトしていってみていただけたらと思いますのでまあ、簡単なねコツみたいなまあテクニック テクニックみたたいいいなとところのおお話をしててきたいと思っております。今回ですね6つの項目でお話をしていくんですけども今回ですねこの6つのですねコツというかテクニックみたいなところをですね使いながら写真をね撮っておりますので、まあ、その写真と、まあ、撮り方っていうところをですねいろいろ見ながらですね今回お話ししていく内容もですね合わせていろいろねテクニックとして身につけていってみていただけたらと思いますしぜひですね、まあ、写真を撮るときに実践してみていただけたらと思います。 で,はですね1つ目なんですけども花の中心に焦点を合わせるっていうところになります、えー、マクロ撮影度はですね被写界深度が非常にね浅くなるんですよめちゃくちゃこうピントをですね合わせてるところ焦点が合う範囲っていうのがねすごくね狭くなりますなので特にコスモスの中心部分や、まあ、花粉のねディティールなんかにピントを合わせると、まあ、印象的な写真にね仕上がりやすいというか、まあ、こういう花なんだな、まあ、花びらに合わせてもいいんですけども中央部分に 合わせていただくことによってですねま綺、あ、麗な写真というかまあ、コスモスっぽい写真をね撮ることができるのでぜひですね、まあ、まずですね中心に合わせてでそこからまあ、ね、花びらに合わせてとかねいろんなパターンやってみていただけたらと思っておりますで2つ目なんですけどもこちらがですね背景をぼかすになっております マクロレンズの特性を生かしてですね、背景を大きくぼかすことで、主題となるコスモスをですね、まあ、際立たせることができるんですよね。で、F 値を低く設定して、背景の色や形がコスモスを引き立てるように工夫して撮影するっていう形になるんですけども、もちろんですね、こう、ぼかしすぎるとピントを合わせる面っていうのがですね、本当に薄くなります。そうすると、まあ、ほとんどのところがぼけてしまうので、ある程度絞っていただくっていうところもすごく大事ですね。 マクロレンズを使って撮影するときってかなりこうね、鼻によって撮影することができます。そうすると自然とね、もう被写界深度っていうのがですね、かなりですね、狭くなります。なのでそうするとかなりね、ボケるんですけども、逆にね、ボケすぎるっていうこともありますので、その辺の調節を F 値を使ったりとか、鼻とのね、 距離をね、どういう風に、えー、距離を取って撮影するのかっていうのをいろいろ考えながら撮影してみていただけたらと思います。なので、ぼかすことも必要なんですけども、ぼかさないテクニックというか、こうね、うまくですね、こう鼻にピントを合わせながら背景をぼかすようなですね、こう F 値の探り合いっていうところをですね、いろいろ調節しながら撮ってみていただけたらと思います。もちろん私も F2.8 で撮ることもありますし、まあ、F4 とかね、F5.6 とか F8 まで絞って撮ることもあります。その辺はですね、状況に合わせていいろ いろいろね、F 値を変えて撮ってみていただけるといいのかなというふうに思いますので、マクロレンズ使うと背景ってね、かなりボケやすいので、その辺いろいろコントロールしながら撮ってみていただけたらと思います。例えば APS-C のカメラ、マイクロフォーサーズのカメラ使っている場合はですね、まあ、ボケにくくなるので、その辺ではですね、F 値を小さくしても、まあ、被写界振動をですね、あの、深くすることもできるので、その辺ですね、いろいろカメラのセンサーサイズによってもですね、変わってきますので、えー、ぜひこの辺ですね、いろんなパターンで写真を撮ってみていただけたらと思います。 ます <music> 3つ目なんですけれども朝や夕方の柔らかい光を利用して撮ってみましょうっていうところになります光がですね強い昼間っていうのは影ができやすくなります強くねまあ、影がねできやすくなるので朝とか夕方の柔らかい光の時にですね撮影するとコスモスのですね繊細な色合いを美しくですね撮影することもできます例えばですね逆光なんかで撮影すると花びらがですね透けて美しい効果もですね得られることできますので10日とかね いますけどあ、あの、まあ、夕方とか朝がなかなか難しいよって場合はですね、今回ですね、まあ、昼間に撮ってるんですけども、あの、まあ、曇り空の中で撮っていただくと柔らかい光の中で撮影することができますので、まあ、ふんわりで撮影することもできます。もちろんですね、まあ、昼間に普通に光が強い時に撮っていただいてもいいんですけども、ちょっとね、硬めというかあ、その辺のね、光を利用した写真っていうのも撮ってみても、 すすごくいいいと思います、はい、なのでちょっと柔らかい写真を撮りたいよっていう方はですね朝とか夕方とかもしくはこういった曇り空の時にですね撮影してみていただくと柔らかい光の中で、まあ、ふんわりした写真をね花、まあの写真を撮ることができるのでそういったところをですね光をいろいろ利用しながら撮影してみていただけたらと思いますあとはですね例えばあの時間帯によって太陽の位置っていうのが変わると思うんですよそれによって例えば昼間だったら、まあ、昼の時間ぐらいだったら真上からの光とかですね 朝夕方だったら横とか斜めぐらいのま光のま方向があるのでその辺のどういった光の方向で写真を撮りたいのかっていうのもね結構ね重要な写真を撮るときに重要なところになってくるのでその辺もいろいろ駆使しながらですね撮影してみていただけたらと思いますまあ、こういったね曇り空なんかは柔らかい光がまあ、あの方向関係なくですね撮影することもできるのでまあ、もしですね昼間の真上からの太陽ってちょっとね強すぎて撮りにくいなって思ってる方はですね曇り空でこうね雲がかかって 状態で撮影していただくと均一な、ね、光を使って撮影することができるのでこのように試してみていただけたらと思っておりますはい続いて4つ目なんですけども風対策を行うになっています コスモスはですね、まあ、茎が長い分ですね、こう細くて長い分ですね、まあ、風で揺れやすいですね、花になってますので、まあ、風がですね、穏やかな日を選ぶか、風よけを用意してシャープな写真が撮りやすくするために、まあ、そういったものを活用して写真を撮るかっていうところになります。で、ある程度ね、やっぱり揺れるんですけども、その揺れをですね、えー、うまく写真をね、撮るためにシャッタースピードを速くして撮影していただくことで、その揺れをね、まあ、ブレッ ブレを、ね、なくして撮影することができるのでシャッタースピードをなるべくですね早く設定するようにやってみていただけたらと思います、はい、なので、まあ、風が、ね、なるべくないときがいいんですけども少しねちょっっとやっぱり風が全くないっていうのは難しいと思うので少し、ね、こう風で揺れる場合はシャッタースピードを速くして撮影してみていただけたらと思います続いて5つ目なんですけども低いアングルやユニークな 構図を試しててみるっていうとうころになっておりますコスモスの花びらの形やです、ね、色合いを強調するためにですね、まあ、低いアングルからですね、まあ、斜めとかねいろんな角度から撮影するなど、まあ、通常とは異なる視点をですね試してみていただけたらと思います、まあ、もちろん俯瞰撮影みたいな真上からの撮影なんかも面白いですし、まあ、下からあおるような写真とかね、まあ、斜めとかね真横とかねいろんな角度から写真を、ね、撮ってみていただくと、まあ、いろんな構図がですね、えー、作って写真を撮ってみて いいただくと面白写結構ね、あの、自分の目線から撮影してしまうっていうパターンがね、多くなるかと思いますので、いろんなね、角度から写真をね、撮ってみていただけたらと思います。もちろんですね、逆光に向かって写真を撮ってみていただいてもいいですし、真下に向かって写真を撮ってみていただいてもいいですし、まあ、真横からとかですね、いろいろ背景とかにもですね、気を配りながらですね、いろんな角度から写真を撮ってみていただけたらと思います。ね、この辺、ね背景 色々ねどういう風な背景にしようかって思ってね角度とかね高さとかいろいろ書いてやってみていただくとですね、まあ、面白い写真撮れるんじゃないかなというふうに思いますのでその辺ちょっとね気遣いながら、まあ、あのユニークなね構造を探しながら撮ってみていただけたらと思っております続いてですね6つ目なんですけどもマクロレンズならではのディティールに注目して撮ってみるっていうところになっておりますコスモスのですね花びらとか葉っぱとか、まあ、茎のね細かなディティールをマクロレンズで強調するような 取ってみていただけたらと思いますね。例えば、まあ。 あの、朝露がついてたりとか、花粉がついてたりとか、まあ、茎の質感なんかですね、まあ、いろんな肉眼ではですね、見逃しがちなですね、部分なんかも、マクロレンズでこう、グッとね、寄って撮影してみていただくと、面白い写真が撮れたりもするので、まあ、一部分だけを切り取るっていうところもね、すごく面白いので、普通のね、レンズを使ってると、まあ、例えば花のね、全体的な、あの、何個かね、たくさんある花をですね、こう、風景的な写真っていうのを撮ることが多いと思うんですけども、マクロレンズの場合って、 めちゃくちゃゃく寄れるので全体的なですね、まあ、写真も撮れるんですけども、かなりね、寄って撮影することができるので、まあ、花びらだけとかですね、こう葉っぱだけとかですね、その葉っぱでも一部分だけとかですね、花粉のところだけにですね、こうクローズアップするとかですね、普段ですね、肉眼ではですね、見逃しがちなですね、部分にこうね、ぐっとね、寄ってね、そこにフォーカスを当てて、まあ、写真を撮るっていうのも結構ね、魅力的な写真の撮り方だったりしますので、まあ、そういったね、すごく細かい部分、も真っ黒の部分って ていう、ね、マクロの部分にこう寄ってすごく撮影してみるっていうのも面白いのがやっぱりこのマクロレンズだと思いますのでそういった、ね、写真にもぜひ、ね、チャレンジしてみていただけたらと思いますまあ肉眼じゃね普段そういう写真というかそういうね、まあ、目で見ないのでマクロレンズだからこそ撮れる部分っていうのもいろいろやりながらですねまあそこから引いてみる寄ってみる いろんなね、写真ね、チャレンジしてみていただけたらと思いますし、まぁ、あ、いろんな光を使っていろんな表現とかね、あとはホワイトバランスのもなんかもね、いろいろ調節してみていただくとね、花の雰囲気、まあそういったね、いろんな雰囲気がね、変わったりもしますので、ぜひね、チャレンジしてみてください。 まあこれらのですね、まあ、6つのコツをですね意識しながらですね、まあ、コスモスの美しさをマクロレンズで,です、ね、存分に表現して楽しんでみていただけたらと思っております。はい。まあ、こんな感じのですねコツ、まあ、6つねあのご紹介をしていきました。で、写真を撮るときに、ぜひですね、マニュアル撮影、マニュアルモードを使って撮影してみていただけたらと思いますね。まあ、そんなにね、難しくないと思います。まあ、こういったね、昼間の、ね、明るいところで撮るシーンではですね、 ね、ISO というのは固定で使います。まあ、だいたい私の場合、ここだとですね、400ぐらいにしたのかな、ISO400 ぐらいで固定して、F 値はですね、まあ、どういった写真を撮りたいのかで F2.8 にしたいのか、4とか5.6とか8とかね、こういったぼかすぼかさないの調節っていうところで、まあ、F 値をね、決めていきます。例えば F5.6 に決めました。じゃあ、あとはシャッタースピードで明るさの調節をするっていうところになってますので、じゃあその明るい 明るさの調節はどういうふうにやるのかというと、まあ、それね個人個人で違うと思うんですけども私の場合は、まあ、この色が一番綺麗に見えるところにシャッタースピードを調節してあとはブレないように設定するっていうところを心がけていますのでよかったら参考にしてみてください「Seen a lot of change」「Bent through a lot of pain」「Some things are not the same as they were a year ago」 all will be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago i've changed for the better this time i thought i would never be fine i strive just to say i'm alright and for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. はいというわけでいかがだったでしょうか一つですねちょっと伝え忘れたことがありましてピントを合わせるときにカメラの設定でオートエリアではなくてシングルポイントを使って合わせたいところにピントをですね合わせて撮ってみていただけたらと思いますどうしてもオートエリアだと自分が合わせたいところになかなか合わなかったりするのでシングルポイントを使って是非写真を撮ってみていただけたらと思いますというわけで今回の動画はここまでになっておりますこのチャンネルではですね写真や動画カメラに関するいろんなお話し,してます のでよかったらですねいいねボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いいたしますではまた次回お会いいたしましょうバイバーイ